はい、尾形よりじょうさん、銀人賞は、明け2歳、スメスメサイズが29センチです。はい、お願いします。はい、こちらもメスの確率は十分持っています。まずメスじゃないかなと思って見ておりますが、小さいので、はっきりしません。やはり、まあこちらも金の吹きは抜群と言えますね。白地から出てる銀っていうのは割とよく光って見えるんですけども、この紅の上に銀がつくっていうのは非常に難しくですね、銀の紅の上の銀って結構飛んでしまうことがあるんですけども、こちらよく見ていただくと肩口のこの銀しっかり吹いてるの分かりますでしょうか。はい、銀ギラ銀ですね。池で見てても餌食べに来てもよく銀が吹いてるのが分かります。やはり尾形さんの銀鱗賞は非常に人気もあり、大きくなってもですねこの銀割と残ります。ちっちゃいうちは銀鱗って結構どのタイプも あるんですけども、不思議と大きくなると銀が減ってしまう傾向がありますが、しかしながらこちらの鯉も見ていただくと側線の下までこのお腹の方までこれみんな銀なんですね。銀鱗になってますので、こういう下まで銀が吹いているのは割と銀に残りますね。はい、お腹です。こちらも肛門盛り上がってふっくらしています。全く手の追い干しなどもないので、メス確率コートさせていただきたいと思います。はい、墨もあとはここで固まればいいですね。顔の方ももっと墨出てくるんじゃないかなと思っております。はい、いかがでしょうか。少しアップしたいと思います。よく光ってますね。まさに銀銀ですね。いくらいい模様、いくらいい質のものを持ってもやはり銀銀ですので、銀はたくさん綺麗な並びのものを求めていただいた方がいいと思います。はい、いかがでしょうか。尾形よりじょうさん、銀鱗賞は明け2歳、オスメス、メサイズが29センチです。ぜひよろしくお願いします。